回は、2007年3月に発生した、リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件の犯人であり、2年7ヶ月もの逃亡生活を送り逮捕された、市橋達也被告の生い立ちについて取り上げてみたいと思います。市橋達也は1979年1月5日に生まれ、岐阜県羽島市出身で、歯科医の母親と医者の父親というエリート一家で裕福な環境の中で育ちます。小学校時代より勉強ができる上、運動神経もよくひときわ目立つ存在だったそうです。一方で切れやすい一面を持ち、彼を知る人物曰く、切れると怖い、という印象があったようです。通信簿にて当時の担任教師から、頑張りましょう、と書かれた文を見た途端に激上し、その通信簿を破りつけたことがあるというエピソードから彼の性格が垣間見えていたようです。また、小学4年生時の文集には、将来は総理大臣になりたい、と、小学校卒業文集では、夢はオリンピックに出ること、生まれ変わったら、秀才になりたい、と常に高い理想を描いていたようです。中学校へ進学すると、生徒会の役員やバスケ部の副キャプテンを務めるなどして、優秀な生徒として同級生や教師から慕われていました。しかし上記でも述べたように、怒りっぽいやつ、という印象も強かったようです。高校は地元で有数の進学校である、羽島北高校へ進学し国立大学理系学部志望クラスへ所属します。進学時すでに、将来の夢は医者、と彼の人生設計が設定されていました。学校では成績優秀であり、陸上部に所属し学年で一番の足の速さを誇り、彼の存在はひときわ目立つ存在となりました。しかしこの頃すでにかなり自我が強くなっており、常に自分が一番でなければダメだという意志を持っていたようです。両親が医師であることも自慢するなどして、人の上に立ちたがっていたそうで、周りの同級生たちからは、お山の大将、のように見られていました。彼が経験した初めての、挫折、は、大学受験の失敗でした。一度は横浜国立大学の夜間部に合格するも、同大学が夜間部であったことや医学部でなかったこともあり、そのことに大きな劣等感を抱き中退します。そして4浪した後、21歳の時に千葉大学園芸学部に入学します。大学では空手部に所属し、当時の教授は練習態度はとても真面目、と評価していたようです。他にも、大学での留学生交流会では、リーダー的存在を担当しました。この頃から、外国人女性への関心を持っていったのではと思われます。そして、26歳の時に同大学を卒業します。大学卒業後は、就職どころかアルバイトも一切せず、まだ勉強することがある、と両親に伝え、毎月15万円の仕送りをしてもらい生活をしていたそうです。また彼が住み、後に事件の現場にもなった千葉県市川市のマンションは、両親が所有する物件で家賃はタダだったとのことです。そして、海外の大学院への進学を目標とし独学で2年ほど、英語の勉強をしていたそうですが目標を達成できず、ついに両親から仕送りを打ち切られることになりました。その頃に英会話教師をしていたイギリス人女性のリンゼイ・アン・ホーカーさんと出会います。彼女とは千葉県市川市内の駅前で出会い、全く面識はなかったものの、留学を目指しているから英語を教えてほしいと声をかけたとのことです。リンゼイさんは、声をかけてきた見ず知らずの市橋達也に対し不信感を抱くも、彼の熱意に負けて連絡先を交換し、個人レッスンを行うこととなりました。そして2007年3月25日の朝、行徳駅前の喫茶店にて英語の個人レッスンが行われました。レッスンの終わり頃、レッスン料を忘れたから、自宅までお金を取りに行くからついてきてほしい、とリンゼイさんに告げ、彼女はその言葉を鵜呑みにしてしまいます。タクシーに乗り自宅へ向かったリンゼイさんを押し倒し拘束し暴行、浴槽の中に閉じ込めます。そして2007年3月26日未明、リンゼイさんを殺害。その後、遺体と浴槽をベランダへ移動させて、ホームセンターで購入した土を投入しました。帰ってこないリンゼイさんの行方を心配した彼女のルームメイトが、警察へ彼女の行方不明の相談をしました。
その日の午後9時40分頃、千葉県警船橋警察署生活安全課と刑事課の署員数人が市橋達也の家に向かい呼び鈴を鳴らすと、市橋達也は何食わぬ顔で部屋から出てきます。そして隙をついて逃走を試みて、一度は警官隊に羽交い締め状態にまで追い込まれるも逃走に成功します。ここから、彼の長きにわたる逃亡生活が始まります。その後の捜査の結果、同じ日の午後10時頃、市橋達也の自宅のベランダに置かれた浴槽に入った土の中に埋められた、林勢さんの遺体が発見されました。市橋達也は死体遺棄容疑で全国指名手配され、懸賞金は1000万円にまで引き上げられました。逃走を始めた当初は所持金5万円ほどしかなかったにもかかわらず、北関東、東北、関西、中国、四国、九州地方と広範囲にわたり逃亡を続け、最終的には沖縄の大波島に潜伏していたと言われています。その間に整形を行い、自給自足の逃亡生活を続けていました。しかし、そんな逃避行も突然終わりを迎えます。2009年11月、通報を受けた警察により、大阪南港フェリーターミナルにて逮捕されました。そして逮捕から2年半年が経った2012年7月、一連の事件の裁判が終了し、市橋達也には無期懲役が言い渡されました。市橋達也自身も上告することはなく、罪を受け止めました。そして市橋達也本人は無期懲役が確定後、千葉刑務所に収監されましたが、その後移送されて現在は長野刑務所で服役中だそうです。このことが判明した理由はと言いますと、同刑務所にて市橋達也と一緒だったというものが出所後にネットの掲示板へ書き込んだことだそうです。彼の逃亡生活は後に、著書、逮捕されるまで、空白の2年7ヶ月の記録、や、ディーン、藤岡監督兼主演で映画、アイアム市橋、逮捕されるまで、として制作、発表され話題となりました。さらには彼の逮捕時の映像が、イケメン、だと騒ぎ立て、ネットで、ファン、だと自称する者もいたようで、非難が殺到したようです。市橋達也の犯行は彼の家族にも多大なダメージを与えました。姉は、彼が逃亡中に嫁ぎ先から離縁されてしまいます。父親は名古屋一宮西病院で脳外科医として知られていたものの、退職せざるを得なくなりました。そして母親も経営していた歯科医を閉鎖し、家族でひっそりと暮らしているようです。いかがでしたでしょうか？市橋達也の生い立ちや事件に至るまでの経緯、そしてその後の逃亡生活を振り返ってみると、彼は学力やスポーツなど、類稀な才能に恵まれていたような感じがします。高い理想を求めすぎず、周りと接して打ち解けることができていれば、彼の人生は変わっていたのかもしれません。